ロシアによる侵攻が続くウクライナの子どもやその家族を支援しようと、コープ札幌は今日から募金活動を始めました。コープ札幌の全道108店舗で今日から始まったウクライナへの募金活動。この店舗では募金した人にウクライナの国の花であるひまわりなどがプリントされた缶バッジを手渡しています。また宅配の注文用紙からも募金が可能です。少しでもと思ってほんの気持ちなんですけど、毎日切ない。本当に最低限の食事が満足にできるとか、安心して暮らせるとか、そういったところに使っていただきたいと思います。これは共通してみんなの助け合いの気持ちなのかなと思います。宅配での募金は来月15日、店舗では来月20日までで、日本ユニセフ協会を通じ現地での支援活動に使われます。